近本あゆみです。今日は通勤にも OK の簡単ナチュラルメイクをご紹介します。まずベースから塗っていきたいと思います。使うのがこちら、マキアージュトゥルーリキッドモイスチャー UV オークルの00を使っています。手のいつも甲に、取って使っています。だいたいこれぐらいの量ですね。色はこんな感じです。これを手ではなくスポンジで伸ばしていきます。スポンジの方がこうキメが細かく入るような気がするのでスポンジを使っています。ほっぺたから塗っていきます。なるべく薄く伸ばしてそれを何回も重ねていくように塗っていきます。注意して塗っていきたいのがこの小鼻の際ですね。ファンデーションが溜まりやすい部分なのでちょっとスポンジを縦にしたりとかしてきちんと馴染むように伸ばしていきます。次に、使っていくのがこちらの、コンシーラーですね。インミーのコンシーラーを使っています。こちらは、2色入ってるんですけれども私は明るい方の色をいつも使っています。コンシーラーは、特にちょっと気になる部分につけてるんですが、目の下と、あとは、鼻の周りと、ほうれい線の部分ですね。に、まず筆で塗っていって、その後手でなじませています。ちょっと多く取りすぎた時はほっぺたとか赤みが気になるところにも伸ばします。次にフェイスパウダーを塗っていきます。使っているのがイプサのピュアルースパウダー EX1 番という色を使っています。こちらをパフにだいたいこれぐらいですね、半分くらいつけて塗っていきます。こすらずにポンポンとこう肌の奥にこうなじませるような感じでつけていきます。こちらは油浮きがこうしない感じで、結構化粧直しをこれを使い始めてからする回数が減ったのですごく重宝しています。全体をポンポン叩いてなじませていきます。ベースメイクではこれが最後になるんですけれども、資生堂マキアージュのパーフェクトマルチコンパクトのブライトベージュの、パウダーファンデーションですね。を、最後に、ちょっと毛穴が気になる小鼻にだけ薄く重ねて塗ります。これでベースメイクは完成です。眉毛を描いていきます。使っているのがこちらアイシャドウなんですけれども、イプサアイカラーコントラスト04というアイシャドウを使っています。これをアイシャドウチップに取って描いていきます。まず眉頭を少し足して、中央はほとんど塗らずに、眉尻は細いチップで描いていきます。ペンシルで描くとどうしてもちょっと描きすぎてしまった感じになるので、なるべくナチュラルにしたいのでシャドウで描いています。続いて眉マスカラを塗っていきます。こちらはケイトのアイブロウカラー NLB-2 という色です。これを塗ることで眉毛全体が同じ色になるので、しっかり一本一本に塗るような感じで色をつけていきます。舌
下から上に塗っていくと色が入りやすい感じがします。続いてアイメイクをしていきたいと思います。使っているのはこちら、品番はマキアージュトゥルーアイシャドウの BR722 という色です。色はこんな感じです。では塗っていきたいと思います。はい、アイホール全体にこの明るいベージュを塗っていきます。特に眉毛の下の部分は塗ると顔が立体的に見えるので重点的に塗っていきます。続いて目の下はちょっとパールがかった白っぽい色を塗っていきます。涙袋をぷっくり見せたいのでちょっと広めに塗っていきます。涙袋全体を覆うような感じで塗っていきます。続いて目の上は明るめのブラウンを塗っていきます。同じ色を目の下にも塗ります。目の際ですね、半分ぐらい塗っていきます。上下同じ色を塗ることでアイメイクに一体感がこう生まれる感じがします。で、二重の、幅ぐらいまでちょっと濃いめのブラウンを塗っていきます。最後に一番濃い色のブラウンを目の際にアイラインを引くように塗っていきます。こちらも目の下にも塗っていきます。下まつげの間を埋めるような感じで目の際から半分ぐらいですね塗って、この上下も埋めるようにくの字型に塗っていきます。続いてアイラインを引いていきます。使っているのがキスミーヒロインメイクスムースリキッドアイライナーです。こちらをもうまつげの間を埋めるような感じで目の際ギリギリに細くラインを引いていきます。で、最後はちょっと長めでちょっとだけ垂らすような感じで引いています。私は目を横長に見せたいのでちょっと長めに引いています。目尻はこのままだとちょっと影も引いてますという感じなので爪の先で伸ばしてなじませています。次にマスカラを塗っていきます。GU パーフェクトフィルムマスカラを使っています。下まつげから塗ります。私はまつげエクステをしているのでいつもフィルムタイプのものを使っているんですが、この GU のマスカラはすごく、つきはいいんですけど、お湯でスルスルっと落ちるので、とても便利で、もうリピート買い何本もしています。上もちょっとだけ、まつエクの毛並みを整えるような感じで、少しだけ塗っていきます。下まつげは目尻がちょっとつきにくいのでこうマスカラのブラシを縦にして
塗っていきます。これでアイメイクは完成です。次にチークを塗っていきます。使っているのはマキアージュトゥルーチークの RD321 ですね。レッド系を使っています。こちらがブラシとチークが一体化してるすごい便利なものなんですけれども、ブラシを中に入れてこうポンポンと押すとチークがつくような仕組みになってます。これを頬骨ですね。もう、まあ、ちょっと下あたり、頬骨から下あたりにかけてふわっと乗せていきます。ちょっと顔の中心寄りにチークを塗ると小顔効果があるような気がするので、ちょっとだけ中心寄りに塗っています。こちらで半分メイクが終わりました。残りの半分やっていきます。これで両方完成です。最後にリップを塗っていきます。使うのはこちらの、ジルスチュアートジェリーリップグロスで、色は32です。会社や通勤用のナチュラルなメイクなのでリップはグロスだけにします。これはちょっとだけ色がつくんですけど、それよりもこう感触がちょっとうるっとしたプルプルした唇になれるのでお気に入りです。こちらで通勤にも OK の簡単ナチュラルメイクの完成です。キューティーチャンネルのチャンネル登録はこちらです。ぜひ登録してください。